青紫色の A 軸方向から見たファセット、コーディエライト色の薄い B 軸方向から見たファセット、コーディエライト多色性とは、結晶の色が変更面と結晶軸、観察方向の位置関係によって異なる色に見える、光学現象である。色変化が明確でなく、色調の濃淡に変化が見られるだけの場合もあるが、これも多色性という。違法性結晶は、光の方向によって、 光学的特性が変化する性質を有している。光の変更は、天井の方向を決定し、この方向が変化することで結晶は異なる色を示す。このような種類の結晶は一つもしくは二つの、光軸を有しており、結晶の光軸に対して、一定の角度で入射する光の吸収が変化するときに多色性が発現する。異なる変更の光は、結晶による、 屈折率が異なるため、違法性結晶は光に対して複屈折する性質を持つ。分裂した光線は、鉱物内で異なる経路をたどるため異なる速度で伝達される。そのため、鉱物をある角度から観察した際に目に映る光は、いくつかの経路をたどり結晶によって波長の吸収を受けた変更が組み合わされたものとなる。また、別の角度から観察した際には、 光は別の経路をたどるため、元の角度から観察した際とは異なる波長が吸収された変更が組み合わされたものとなり、元の角度から観察した際とは異なる色が観察される。このように鉱物の角度を変えて観察した際に、鉱物を通過する光は異なる色を有するため、様々な角度から鉱物を観察するとその鉱石が異なる色であるように見える。 これらの異なる色はそれぞれその鉱物自身の色である。正方明系、三方正系、六方正系の鉱物は二色間のみの色変化である、ため二色性とも呼ばれる。斜方正系、単斜正系、三斜正系の鉱物は三色を示すことができる三色性である。例えば、始祖奇跡は二つの鉱軸を有しており、三次元的に三つの異なる正位置に置くことで、 赤色、黄色もしくは青色を示す。立方症の鉱物は多色性を示さない。トルマリンは強い多色性を示す代表的な鉱物である。ハイスダレ石の結晶であるタンザナイト、スミレイ成石は社宝症だがに方向の発色差が際立って観察される。宝石はその石の色や魅力に応じてしばしば多色性を強調するように、または 多色性を隠すようにカット及び配置される。ただし同じ種類の石でも不純物や透明度、結晶の不正など、結晶の質で多色性能は大きく変わる。多色性の色は光が結晶軸と平行に変更した際に最大となる。結晶軸は X 軸、Y 軸、Z 軸と呼ばれ、これらの軸は変更顕微鏡を用いたこのスコープ観察による 干渉パターンにおける結晶の外観から決定することができる。2本の軸があるとき、軸交点の A 角側の手前側を Z 軸、奥側を X 軸とし、鈍角側はまた別の X 軸もしくは Z 軸を与える。Y 軸はそれらに対して垂直に交差する。色はそれらの軸の方向と平行な変更によって吸収式は最小の吸収量を持つ軸を左側に。 最大の吸収量を持つ軸を右側に置いて、XYZ の形になるようにし、それぞれの軸と平行な光の吸収量として記録される。他の性質が非常に類似した鉱物において、多色性の色の組み合わせが大きく異なっている場合が多々ある。そのため、多色性は、鉱物学における鉱物の識別において、非常に有用な性質である。鉱物の白片を用い、 透過型の変更顕微鏡によって分析される。カメラのレンズの前で直線変更子を回転させることにより例示されたスミレ成績の多色性。カメラのレンズの前で直線変更子を回転させることにより例示されたトルマリンの多色性。ありがとうございます。